では、森高で、その後の私にします。今日はね、森高祭りになっちゃいましたね。なんか、いろいろ歌いたくなっちゃいました。うん、その後の私はね、なんか、何回か歌ってるんだけど、私好きなんですね。なんかこんな、同じような経験はないんだけど、なんか、すごい男の人を好きになっちゃって、ちょっと年上のね、プレイボーイ的な、でもなんか飽きられて結局なんか振られちゃうっていう曲なんですけど、なんかでもなんかどうしようもないのないのないののとことか、なんかね、潔なんか未練がありながらも潔くって、でもその時は毎日幸せだったから後悔してないとか、私頑張るわとかって、なんかあんまりなんだろう、すごい理知的な女の子な感じはしないんだけど、その歌詞に出てくる。でもすごいなんか、ね、すごい底抜けに明るくて、なんかカラッとしてて、なんかいいなって。あんまネチネチしてなくていいなと思って。なんか私だったらなんかもっとネチネチしてしまいそうだから、なんかカラッとしててなんか明るくていいなと思って、なんか、まあ、幸いにもこういう経験はないけど、なんか、わかる気がするっていうか、面白いなって思って、ねえ、なんかよくある感じの話だけど、ねえ、なんか、ねえ、さっぱりしててね、なんかすごい、なんか可愛いっていうか、潔く可愛いっていうかね、面白い、すごい面白い曲だなと思って、なんかね、いつも歌いたくなっちゃいます。アカペラで歌うのは初めてなのでね、どんな感じか、ちょっとやってみますね。その後の私、ちょっとなりきって劇場版チューリップ隣接、その後の私、経験はないけど演じてみますね。気持ちになって。たた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 半年になるわ。あれからの話をしてあげる。覚えているかしら、あの時の人を。付き合い始めたの、あの日から。素敵だったのよ、やっぱり。若いからとは違う、どうしてなのかわかるでしょ、まさにそうよ。初めてのデートの帰りにキスをされてしまった。引き込まれてしまう魔力に、女は弱いの、あり地獄のような恋なの。でもそれが快感よ。よしこでもそうなるはずだが、不思議なものでしょ。ちゃ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 。でもそんなに長くは続かなかったの。どうしてか教えてほしいでしょ。それはあの人がモテすぎ、焼き餅を焼きすぎて焦り始めた。そうしたら捨てたんでたの。バカ女だとつくづく思うけれどいいのよ。その時は毎日幸せ、
後悔してない今誰も好きなのよ変でしょどうしようないのよ諦めるでしょよしこはでもそうでないのどうしようもないのないのないのどうしようもないのないのないの今度よしこに会うときにはまた恋をしてるでしょ今はとても辛いけれども私頑張るもんチャン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 タン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 タラタラタタンタタタタンタンタタタタンタタンタタンタンタンタラタラって感じの曲なんですね。なんかすごい面白い物語仕立てでねえ、なんだろうって次はどうなるんだろうって思ってなんかすごいなんか結構辛辣な歌詞なんですけどはっきり言うなみたいなね。なんか女友達にね、自分のその、なんか、出来事っていうか、恋の成り行きを話してるみたいな感じで、しかもね、なんかそんな、なんか、なんだろう、ちょっと遊ばれちゃったみたいな感じの内容でね、なんかびっくりなんですけど、でもすごいなんか底抜けに明るくて、なんか、すごいね、ライブがすごいこれ盛り上がるんですよね。ライブの映像とか見てもらったらすごい面白いんですけど、もうすごいなんかノリノリですごいグループ感で、すごいな歌詞はすごい面白いんだけど、なんかね、すごい好きにならずにはいられない感じなんですよね。どうしようもないの、ないの、ないの、ちゃん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 、ないの、ないのでそう踊りまくるんですよ。でも関係もすごい盛り上がるんです。すごい面白くて。でもどうしようもない時ってありますよね。いろんなことでね。だからなんかすごいどうしようもないの、ないのがすごい私も好きで、うん、まあ、そういう時でもあるなと思って、うん、なんか楽しい曲だなと思ってね。なんかすごい歌詞は悲壮感があるんだけど、ね、すごい明るくってね、ある意味すごいなんか前向きでね、なんか突き抜けててね、なんかすごいある意味強いなっていうかね、なんかこんな感じでね、いろんなことをなんかいろいろあるけどね、ね、私頑張るわって、もうその時こう否定しないでね、後悔してないって、その時は幸せだったから後悔してないって、ねえ、全然なんか恨んでないし、恨み節もないし、ねえ、なんか、粘着質じゃないというかね、私だったらなんかもっと粘着質な感じで思っちゃいそうなんだけど、なんかある意味で、なんかすごい、まあ、なんかこう、あんまりこう、理性的でこう、ね、計算に効くようなね、賢い感じの、女の子、じゃない感じだけど、この歌詞の子はね。でも、だからこんな感じになっちゃったのかもしれないなと思うけど、でもそういうことは、まあ、でもあるだろうし、なんか、でもすごいそこからなんだろうな。ね、相手を恨まずに、すごい前を向いてね、また次に会うときはまた恋をしてるでしょうとか、すごいあっけらかんとしててね、なんかすごい前向きで、ある意味ですごい、なんか見習いたいなと思って、私は多分重いから同じ目になったらどんな風になるかなって思うっていうか、ちょっと怖いですよね。だから、まあ、怖くて多分手が出せないタイプだと思うんですけども、あんまりこの子をね遊んだらなんか怖いっていうか大変なことになるなっていう男の人が思うから、だからあんまりこういう経験もなかったんですけど、多分ちょっと簡単になんか騙せなそうだなって思われるタイプだったので、まあ、だからあんまり痛い目は合わないで済んだんですけれども、うん、でもすごいなんか私だったらすごい
ネチネチ思ってしまいそうなのに、こんな風にね、なんか笑い飛ばしてやっていく、なんか明るさとか軽やかさもなんか憧れるっていうかね、いいなって思って、なんか時々歌いたくなる曲です。ありがとうございました。